和道です。今日はですね、2017年9月の7日11時12分です。よろしくお願いします。先ほどドラゴンクエスト5のゲーム配信を終えて戻ってまいりました。雑談がね、好きなリスナーさん本当にすいませんあのゲーム配信とかもね、いろんな企画やっていこうと思ってますので、ぜひぜひ応援よろしくお願いします。はい、ド M ちゃん、こんにちは。いらっしゃい。楽しんでいってください。こんばんは、こんにちは。よろしくお願いします。初見さんいらっしゃい。あやさん、和道と申します。もしよかったらチャンネル登録とか、フォローしてください。よろしくお願いします。和道です。楽しんでいってください。フォローしてくれた方ありがとうございます。いろんな配信をやってます。よろしくお願いします。フワッチだけじゃなくてね、YouTube ライブとかもやってるんで、ぜひ YouTube もチャンネル登録よろしくお願いします。昨夜ある枠でリスナーさんに絡まれました。アンチなのかな、トラウマになりそう。配信って大変だね。大変ですよ、配信は。配信は大変ですよ。ゲーム配信ちょっと厳しいから雑談助かるまあまあ、好きな時に来てください。ぜひ自分にはこれが合ってるなっていう配信の時に遊びに来てください。いろんなのがあるので。うん、追い出されたやつどこ行ったんだ。あ、石野康介くんですか。あ、どこに行ったのか知ってるんですけど、ちょっとそれはプライベートなことなんで僕の方から差し控えたいと思います。おはようございます。先んちょさん、楽しんでいってください。ストレスがすごい。和道さん、アンチはスルーして頑張ってるの？いや、アンチコメント普通に読みますよ。僕どんなコメントも普通に読みます。アンチっていうか、まあね、全然普通に読みますね。僕は普通に対応しちゃいます。いやいやいや、まあ普通にやっていけばいい。まあしょうがないよ。アンチがね、出ちゃうのは仕組みとしてしょうがないからさ、みんながみんな自分のことさ好きになってくれるわけじゃないから、それはしょうがないっすよ。
コメント残してくれるだけで自分のどこか、気に入らないか分析できるしね。まあ分析できるっつうか、まあ仕組みとしてしょうがないよね。なんつうの、嫌いな人は嫌いだし好きな人は好きじゃん。でね、いくら言ったって生理的なものだからさ、それは好きか嫌いかっていうのは理由があって好きとか嫌いとかじゃなくても生理的に無理なんだよ。だ俺はなんだろう、まあそういう人が一部いるっていうのはしょうがないって考えるかな。しょうがないなと思って、変えられないものは変えようとしても意味がないから。ドラクエ終わったよ、いらっしゃい。なのかな、どうなんだろう。もうほっとくしかないぐらいにしか考えてないです、ね。奴らには何を言っても無駄だと、奴らには何を言っても通じないっていう考えですね。ギャーギャー言ってるなら枠に来なきゃいいのにね。それが楽しいのかな。どうなんだろうね。どう、まあ俺は嫌いな人は見れないから、実際関心がない人は見ないから、ちょっとその心理とかよくわからないな。どうなんだろうね。嫌いなら見なきゃいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。普通に好きな人を見た方が楽しいからね。一回きりの人生だからやっぱ楽しんだ方がいいよ。ねえ、嫌いならたわくいかないもんね。関心があったり興味があるから行くわけじゃん。すいません。俺は禁煙は絶対しないかな。タバコ大好きなんですよ。多分禁煙は一生することはないと思います。俺はタバコ吸い続けます。お疲れ様、バガーありがとうございます。アイテムご支援ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。いつもありがとう男さん、応援してくれて。
和道リスナー短いからわからないんだけど、よく絡むのはどんな配信者？みどりさんとは離れたんだっけ？みどりさんとは離れたっていうか、あんまりそのがっつりもともとコラボとかをしたことはない配信者なんで、仲のいい人はロハコさんとかかな？ロハコさんとか、あと、カイホーとか、アサイさんとか、石野とか、よく友達かな？その辺ですかね。ハイホーも知らない？ロハコって誰か。まあ、ロハコさんっていう配信。加藤さん、配信嫌だな、したくないなって思う日も配信するの。仕事だからね、するよ。するする。全然する。それはもう仕事だもん。したくないとか、したいとか、もうしょうがない。そんなこと言ってる場合じゃない。だって、行きたくないなって、学校に行きたくないなって言っても、学生は行かなきゃダメじゃん。そういう感覚かな。行かないとダメなの。仕事な。これで飯食おうって。腹くくっちゃってるからね。石野と食べた肉、あれはね、ネギシって言って、新宿の牛タン屋さんですね。浅井さんは一種のをなぜ追い出した？それはね、動画で凸かけたので説明してたけど、リスナーさんからのポンプらしいですよ。リスナーさんからのポンプだって。何でも聞いてください。ド M ちゃん、あんまり。ドラミちゃん、おはよう。楽しんでってください。来てくれてありがとう。アンチさんね、なんで追い出しちゃったんだろうね。ちょっとよくわかんないけど、なんでなんだろう。
んでなのかね、ちょっと悲しいよね。あ、月は、今日のランチのことで頭がいっぱい。何食べよう。あ、いいね。これからお昼だ。浅井ババアも人の言うこと聞くんだな。まあ、石野はかなりショック受けてると思うけどね。ちょっと石野がかわいそうだなと思ったけど。あれはちょっとひどいなと思って。天気悪いね、しかしね。紙パックのお茶便利だよね。安いし量が多いし。あやたか美味しいね。あやたか美味しい。わかる。
なんかさ、お金をさ、貯金するのもあれだからさ、お金現金で持っていくと使っちゃうからさ、地金っていうの、地金っていうの、金の延べ棒みたいなのに変えようと思ってるんだけど、どう思う？みんな。どう思う？地金っていうの、地金っていうの。地金？地金っていうのかな。延べ棒みたいなのに変えようと思ってる。自分さえ良ければさ、いらっしゃい。地金か。地金に変えようと思ってるんだけど。濁りほのかってバージョンあるんだ。知らなかった。インゴットに変えようと思うんだよね。どう思う？キロで買わないと損。なんかね、そう、取引の販売のあれがあるから、キロじゃなくて 500g から手数料無料なのかな。 500g から手数料無料だったと思うんだよね。損かな。まあそうだよね、手数料取られたら意味ないもんね。いまいちよく分からなかったからやめた。今、プラチナが安いような気がするんだよね。みんな金の方がいいんじゃんって言ってたけど。俺、プラチナに今興味あるんだよね。モンブランいっぱい買った？10万円の金貨だ。金貨だとね、10万円ぐらいになるよね。15万ぐらいになるか？今だと。キロで買わないと損か。ポンちゃんいるよ。寝てる、今。プラチナってどうなんだろうな。大輔さん、こんにちは。プラチナ値上がりそうだからいいような気がするんだけどな。プラチナ買いに行こうかな。プラチナ買ってみる。プラチナ 100g からなんだ。無理だ。30万ぐらいしちゃう。あ、無理だな。買えねえわ。金の方が買いやすいな。金の方がバリエーション多いんだ。銀はでかすぎるもんな。
はい。はい。あ、ゲームもう終わったよ。ふわっちから届きました。やった。ふわっちから届いた。タオル来た。タオル来たわ。じゃあ開封枠やろう。じゃあ次枠行きまーす。ふわっちからタオルが届いた。やったぜ、みんなありがとう。ふわっちから届きました、運営さんから。やった、嬉しい、タオル届いたよ。番組検索さん、おはようございます。やったぜ。あ、まあいいか、枠またがなくてもいいか。別にゆいかタオルじゃないよ。ふわっちから、運営さんからタオル届いた。タオルで花火上がる？どういうこと？やった、超嬉しい。開封枠やりますか。久々なんか届いたな。そう、金魚イベントで1位になった。いや、運営さんから届いたよ。嬉しいよね。俺ツイキャスとかでぬいぐるみとか当たったことないから。みんなありがとね。あ、そうだ、ステッカーもだ。ステッカーも入ってんだ。じゃあドレさんに電話しよう。ドレさんに電話します。ドレさんに電話します。ドレさんに電話しないと、はい。おはようございます、ドレさん。おはようございます。おはようございます。もうそろそろトレーニング行った方がいいんじゃないですか。そうだね、そろそろ終わるわ。ドレさん、今お前の YouTube 見てたんだ。誰かが、はい、和道とうなちゃんと絡んだことあるよ。それ見たことなかったから今見てた。三社祭りですか。違う、KW 行った時。ああ、昔、あの昔のあれ何歳の時。あれはですね、3年ぐらい前に僕あの九州まで旅してて、いろんな配信者に会いに行ってたんですよ。稲子さんとか。はいはいはい、稲子に会いに行ったしてる、うん、はい。で、その時、その途中なんだ。その時にあの僕あの配信者さんと一緒にあの行ったんですよ、お店の方に。うんうんうん、そしたらなんかまあできんみたいな感じで跳ねのけられたんですけど、まあしょうがないやって言って、あの家に帰ったら一晩中ですよ、一晩中。あ、ワドはクズだよ、バカが、お前会うわけねえだろこの野郎、バカ間抜けだよって、ずっと朝までディスられて、めちゃめちゃ頭にきてああなったんです。あ、そうなんだ。そうなんです。で、なんかゲルゲさんに怒られたんですね。そう、静かにしてください、もう帰ってくださいって言ったら、うん、次の日にゲルゲさんに和道にぶん殴られたって嘘つかれて炎上したんですよ。え、マジでゲルゲってそんなこと思った。ああ、まあおいちゃんの彼女だったからね。うん。で、1ヶ月後にツイキャスでゲルゲさん久しぶりって言った。ああ、和道さん久しぶり、元気でしたっつって、お前殴った設定どこ行ったんだよとか思って。マジで結構ゲルゲさん目減らっすよ。目減らっつうか、まあおいちゃんと言って、いた時は黒歴史なんだろうね。あの、そうですね、金梅の元カノと一緒で、はい、あ、そうそう、洗脳されてたってことなんだろうな。そうです、そうです。もうあの不可視カップルだったんですよ、あの時のゲルゲさん。はい、あ、そうだ、ドレさん届きました、タオル。え、あ、今僕ふわっちの運営さんからタオルが届いたんで、うん、ドレさんのところにも届いてるなと思って電話したんですよ。うん、いや、だって運営から何も来てないから、俺住所とかも教えてない。え、なんで届かないんですか、ドレさんに。ドレさん
もうマンスリーで稼いでますよね。わかんない、何も連絡来てないと思う。マジですか？そんなことあった？運営さんからは今ステッカーとあの公式のタオルが届いたんですよ、うん、僕。うん、あ、届いてないんですか？いや届いてない。へえ、あ、そうなんですか。今日 うなちゃん見てた？いや見てないです。だって僕ブロックされてるから見れないですもん。あ、俺も見られないけど、だってニコ生のミラーで見れんじゃん。あ、そうなんですか。あ、金魚の時のイベント、あれはだってワゾが金魚取ったからだよ。俺全然行ってないもん。え、ドレさん取ってないんですか金魚？取ってない、取ってない。え、ワゾはあれ金魚すくいでチャンピオンになったから俺取ってないよ。なんでですか？僕よりも花火師さんがいっぱいいて、僕なんかが取れてドレさんが取れないわけないじゃないですか。違う、あん時だってエアポケットワード2桁で取れたんだし。そうです、そうです。100個いってないのに取れた。そうです。だって他の時、はい、とんでもない感じだった。金魚2300とかさ。そう、2000とか。そうです、そうです。みんなあのデッドヒートしてて、僕がどうしても欲しい、どうしても欲しいって言ったらたまたま勝てちゃったんですよ。69個で69個。それはないよ、俺全然かすりもしなかった。マジですか？あ、それ金魚もらったの人がもらえるの？そうです。いい、ね、ステッカーとタオルというかさ、はい、そもそもよこせよ、女のな運営も。金魚とか言わねえでよ。あれですよ、今年から、あれ今月からリスワンクッション届きますよ。あ、そうなの？今月からクッションが届きます、リスワンの限定。そんなに嬉しくないけどね。なんすか？こんなに稼がせてやって、何クッション1個なの？嬉しいに決まってるじゃないですか。何ですか？嬉しいに決まってるじゃないですか。それ何ですか？ひがみですか？ひがみですか？分かった、もう放送やめるよ、もう今日は。いい、冗談。それは、あの、本当にやめると、俺が電話した流れでやめると、あの、200人、300人のリスナーが、おいな、おめえの電話のせいでやめただろうってなるでしょ。いいじゃん。そしたらまたやりづらくなるから、もう平和協定結びましょう。そしたらそれはそれでクレーム。だから、タオルの自慢したかったからですよ。僕はタオルでしか勝てないんですから今。じゃあ今日違うの、本当にやめようと思って、チャンマンが俺煽ってきたからこうなっちゃったんだ、うん、あ、なるほど。台本に全然早く終わろうと思ったのに、うん、あいつがずっと俺のことディスってたから、あ、変なことになったんだ。なるほど。様子見をしないといけないと。じゃあ9時に終わるつもりだったら、みんながチャンマンディスってた、はい、見てって言ってこうなっちゃった。なるほど。本当にもう寝ましょう。もう夜、全部チャンマンが悪いんだよ。いや、全部佐野が。全部チャンマンが悪いの。全部佐野が悪いんですよ。佐野が悪い。配信会で起こる全ての悪いことは佐野が原因ですから。全部佐野が悪いです。間違いないです。あいつってあんなバカだって知ってた？え？今日気づいたんだけど。え、うなさん、何がバカなんですか？いや、普通にバカでしょ、あいつ。もう。じゃあ、政治の話ずっとし始めるの。俺の放送潜ってて、はい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 、対抗しようとして、はい、北朝鮮がどうのって言い出したんだけど、はい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 、いや、何嘘でしょっていう。何言ってんすか、うなちゃんマンは配信会で一番政治に詳しい生主ですよ。訂正してください。僕だって昔一番最初に突かけた時、なんて言われたかって、和道よ、おい、日本には核あるから、ああ。青森にあっからよっつって、バカお前、ネットでは常識だよっつって。だから、そうですよ、青森に、うなちゃんマンの理論だと青森に核兵器があって、もう日本は、あの、持ってると、核を。いや、持ってるっつってたよ。はい、そうそうそう。だからもう、詳しいですよ。でもさ、はい、チャンマンの後継者って、まあ、ユイが、はいはいはい、弟分のユイが来て。そうですね。次ってやっぱ和道なんじゃない？いや、絶対認めてくれないですよ。絶対認めない。あいつが認めようが認めないが、やっぱ同じ匂いをしたわけ聞いてて。ああ、いや、だって、あれですよ。僕配信始めた理由、うなちゃんなんですよ。だから、はい、後継者名乗っていいと思うよ。最終的な。あ、最終的な。あといないでしょ。まあ、でも、ゆいがさんがでかすぎるじゃないですか。その違うんですよ、僕生まれて初めて配信やった時、僕の最初のあだ名知ってます？分かんない。僕あの一番最初にブレイクした時につけられたあだ名2代目ユイガですよ。いや3代目
うらちゃんでもいいよ。だからそう、そうなんですよ。だから、ドレさんの言ってること正しくね、二代目ユイガってことは三代目うなちゃんなんですよ。三代目うなちゃん。そう。うなからすると孫に当たるんですよ、僕は。まあ、間違いないでしょ。だってすごいワードのこと褒めてたよね。マジですか？俺が東京行ったら、お前が全部アテンドしろって。はい、宿の手配から、はい、ね、他の配信者との交渉が全部お前がやれって言ってたよね。まあまあまあ、なんか無茶ぶりされますね。はい。はい。わかりました。じゃあ、あの、タオル、あの、見せびらかしに今度伺うんで。中途半端だな、もう。何中途半端って。なんで悪口言うの？なんで悪口言うの？何中途半端って。何？すげえ怒られた俺。うん。そう、佐野っ子だから佐野っ子。佐野っ子ですから、僕は。よし、自慢したぞ。でもほんとそうだよね。マンスリーで稼いでる人になんか貢ぎ物を送るべきだよね、運営さんはね。めちゃめちゃ貢献してるわけじゃん。それこそ運営さんに100万ぐらいさ、ドレさん単体でさ、やってるわけだからさ。うん、ツンデレさんの子、俺ちゃんまん全然好きだよ。大好きだよ。タオル開ける？じゃあ。タオルとステッカーでさ、これさ、金魚をさ取ってくれた時ににゃこじゃなかったっけ、金魚たくさんくれたの。にゃこだよね、違かったっけ。にゃこと一緒に取ったんだよね。まあみんなくれたんだけど、一番くれたリスナーさんにも、うん、あの表彰されんのよ。にゃこだったよね、合ってる。にゃこ、多分にゃこ、にゃこだと思ってるんだけど俺。にゃこじゃなかったっけ、あの時1位取ったの。違うかな。そうだよね。ニャコ、住所送った？ステッカーが届くはずなんだよ、ニャコの方には。俺はステッカーとタオルが届くの。で、ニャコにはステッカーが届くはず。でも普通逆だよな。運営、だってさ、ニャコの方が金銭的負担をしてるわけだから、ニャコの方に豪華なものを送るのが俺普通だと思うの。ね。なんでニャコの方はステッカーだけなんだよな。ちょっとおかしいよね。もしくは両方とも送れよって感じだよね。匿名さんが本当は、そうそうそう、匿名さんが本当はいっぱい投げたんだけど、あの、匿名の場合はもらえないの。な、ニャコは2位だったんだよね。まだ届いてない。あ、じゃあ多分これから届くと思うよ。俺が届いたってことは。ね、みんなありがとね。特にニャコありがとう。ニャコと、あの、匿名のリスナーさん。じゃあ開封枠やりますか。開封枠。よっさんも欲しがって取れなかったタオル。ね、偶然、俺が戦った時は、たまたまもらえたの。たまたまもらえたんですよ。開けますか。じゃあ開けましょう。せっかくなんで。のんちゃん開ける？のんちゃん開けなくていい？いや嬉しいよな。開けます。皆さんいいですか？どんなのかね。結構楽しみ。どうする？これでなんかねえ、くだらないのだったら。あ、バガーありがとう。男さんいつも支援ありがとう。めちゃめちゃラッキーだったよね。昼間の時間帯だからさ、ライバルが少なくてどうしても欲しいって言って。じゃあ開けます。まずステッカーから。あ、手紙が入ってる。あ、うん、手紙入ってるわ。おお、いつもふわっちを、うん、ご利用いただきありがとうございます。この度はふわっちにおける金魚すくい大会の優勝おめでとうございます。商品のオリジナルタオルとオリジナルステッカーをお送りしますのでお受け取りください。今後とも多くのイベントを開催していきたいと思ってますので引き続きふわっちを、ご愛顔のほどよろしくお願いします。2017年9月6日、ふわっち運営事務局から、表彰されました。ありがとうございます。ふわっちの運営さんからメッセージカード届きました。ありがとうございます。
これは大切に保管しましょう。嬉しいね、表彰された。これは嬉しいんで、あの保管します。表彰状が届いた、これは嬉しい。これ取っときます。ふわっちからね、運営さんから表彰されました。ありがとう、パチパチ、ありがとう。運営さんも粋な計らいするよね。よし、これは取っとこう。記録媒体として残しておこう。よいしょ。でですね、おめでとう、ありがとう、ケイちゃん、ありがとね。みんなパチパチありがとう。予算も欲しがってたんだ。予算なんか余裕で取れそうだけどね。で、まずステッカーからいきます。まずステッカーからいきます。結構しっかりしてるよふわっちステッカー、こちらになります。ふわっちステッカーです。ふわっちのサムネ、ビデオのサムネとふわっちいて、あとハートとか、ここ花火とかね、あのハートとか風船とかアイテムのステッカーですね。これが多分ニャコの方にも届くと思います。わらびもちさん、ありがとう。これが運営さんから届くやつですね。で、これはね、まあ俺はステッカーは別にいいやっていう感じなんだけど、でもこれ多分貴重だよね。プレミアつくだろうね、今後。これプレミアつきそう。で、タオルですよ。来たよ。タオル。広げてみましょうか。来たよ、タオル。いいね。あ、結構大きい。こんな感じです。いいね。良くない？どうですか、皆さん。ふわっち。これいいよね。200匹もらった。俺69匹で手に入ったよ。これどう？良くない？かわいいよね。フェイスタオルっていうの？これですね。うん。欲しいよね。日本製だわ。あ、生地は中国製。染めてるのは、染料は日本製。うん。いい、かわいいよね。大事にします。運営さん、ありがとうございます。運営さん、ありがとうございます。ふわっちタオル、届きました。これ、どこに飾ろうかな？これ、飾ろうよ。せっかくだから。これ、どこに飾る？見えるところに飾りたいよね。激レアだよ、これ。何人ぐらいしか手に入ってないのかな？花火ありがとう！みーすけさん！花火ありがとう！タオルは、うん、そんな厚手って感じじゃないね。うん、香川さんのね、あの、公式のタオルの方が質はいいよ。香川さんめっちゃ金かけてる。香川さんのタオルの方がいいよね、のんちゃん、これ。ほら、触ってごらん。香川さんの方分厚いもんね。香川タオルがいかに金かけてるか。香川さんのタオル今あんの？うん、これです。これどこに飾ろうかな。どこに飾ろう。どこだと見えるかな。いいですね。ありがとう、みんな。みんなのおかげでいただけました。ふわっちタオルです。ありがとうございます。大事にします。ありがとう。え？スケさん、あそこら辺に飾っておく？うん。いや、嬉しい。なんか部屋に飾りたいと思ってたから、部屋に飾りたいなと思って。いいね。あ、違うわ、部屋に飾らなくていいんだよ。矢沢永吉みたいにもう1ヶ月間キャンペーン貼ればいいんだよ。こうやって配信すればいいんだ。うなちゃんマンみたいに王者の風格。こうやってればいいんじゃないの。これ、これで、こう、他の配信者を威嚇する。要は、俺は取れたぞと。ふわっちタオル。取れてねえのかと。これでどう？この配信スタイル。矢沢永吉風。うん。ねえ。
何タオル持ってないのっつって、うんってタオル持ってないとダメでしょっつって、ふわっちゃーなら風呂上がり風に、うん、いや嬉しいよね、ラッキーとはいえ嬉しいよね。駆け出しの組織の幹部組織の幹部なのに駆け出しなんだ、うん、いや俺はなんか自己顕示欲強いからこういうのめっちゃ嬉しいんだよ。やっぱりなんかいいじゃん、なんかこういう表彰されたこともない人生だったから今まで、表彰されたいわけですよ僕は、表彰に飢えてるんです。んカントリーマーム、うん、似合う、かわいいだろう。いいね、ていうかなんか最近曇り多いな、曇りが多い、和道リスナーとしてはゲーム配信あんまりって感じなのかな。ゲーム配信だと閲覧100前後まで落ちちゃうんだよな。俺ゲーム配信結構楽しめると思ったんだけど意外だったね、結果蓋を開けてみたら。一回ねえ一日中雨降ってるよねずっと、せっかくの秋なのに。夏場も全然雨ばっかりだったし残念だよな。ゲーム配信見てない、なんでコピちゃん見てくね、閲覧落ちるのはしょうがないのかな。あ落ちるんだ、ゲームってやっぱ見てたらつまんないもんなの。でもさ YouTuber とかゲームでなんか有名になってるみたいなところあるじゃん、それはなんでなの。 YouTuber はゲームで受けてなんで俺はゲームで受けないんだろう。彼氏が和道さんのゲーム配信なら見れるって言ってたならっておーゲーム配信、まあ和道が嫌いなんだろうねショック受けるぜ、ゲーム配信者じゃないから。あーなるほど、まあゲーム配信ゆっくりゆっくりね1時間ぐらい、まあ大体1時間ぐらいかな、やっていくとしても。まだメインコンテンツには なりそうもないから俺の中で継続してれば安定して出そうだよね。ゲーム好きな人、レトロゲームに特化しようと思ってて、最新のゲームは俺やんない。ワド2ゲーム配信、ワドさんの配信の中で一番楽しかった。あよかったよかった、ありがとう。ねえゲーム配信やっていこう今後とも。やっぱ継続は力なりだからさ、もしかしたら YouTube のチャンネルさ、それでブレイクするかもしんないじゃん、ゲーム好きの人が。ゲーム配信はほとんど見ないけど香川純一とか見たらやっぱりうまいなと思った。ゲーム配信者ってなんかスキルがいるっぽいよね。よっさんももともとゲーム配信者でしょ。格ゲーとかの方が人気が出んのかな。30代に入ってゲームできなくなったんだけど、それない、レトロゲームわかる、わかる。っていうか音楽も漫画も映画も新しいものを受け付けなくなってきました僕、まさやさんで。古いもの古いものをめでるようになっちゃって、懐かしいものに感動を覚えるっていうか、そう。だからゲームをネタにして雑談が面白いかどうかなんだろうね多分。ゲームをネタにして雑談ができるかどうかっていうのが魅力なんだろうね。結局雑談がうまくないとやっていけないんだよこの世界。キモオタゲームかっこ悪いと思ってしまう。あー俺もそっち系はやんないかな。なんか元祖はときめきメモリアルとかじゃないの、それ系の元祖って。違うのかな、萌え系のゲームでしょ。俺はああいうのはやらない。面白いのにね。いやドラクエ面白かった。
え、ミースケ見てたの？ドラクエ配信。ミースケ見てた？コメント書いてなくない？ミースケ。普通になんかブーメラン取りに行く感動とかあったけどね。甘神わかんないな。甘神わかんない。っていうか、のんちゃんとやりたいと思ったの、これは。のんちゃんと2人でゴエモンやりたいと思って2プレイができるゴエモン3買ったんですよ。なんかのんちゃんと2人で配信楽しめたら面白いなと思って。三国無双とか好きだよね、女の子は。今日のハイライトはブーメラン取れたところだね。あと1回目の戦闘、街に出た時の1回目の戦闘は良かったね。すごい、結構面白かった、自分の中では。もんちゃん頭痛いのはね、ミュウツーのせいなんだよ。ミュウツーがアンチコメントばっかり、アンチ放送ばっかりやってるから、のんちゃん激おこなんだよ。ミニオカ配信もねやりたいよね。のんちゃんでやってたら見る、うん、レトロゲーム好きなのにスペック中だから PSVR 欲しいって。あー、レトロゲーム、レトロゲームの良さ何なんだ、思い出補正なのかな。ぷよぷよは俺下手だよ。ぷよぷよ全然やったことないから。あとボンバーマンとかも面白いよね。ボンバーマンは名作だよ。まあ、マリオカートとか定番になるのかなと。あとさっきも言ったんだけど、これ分解して洗いたいんだよね、スーパーファミコン。綺麗にしたい。キュキュッとか、あの擦るやつ買ってバラバラにしてハイターにつけて、うん、クリーンに、クリーンアップしたいですね一回。スーパーファミコン今ね3000円とかで買えるっしょ。結構楽しめるよね。まあ徐々に徐々にゲーム配信も人気出てきたらいいなと思って。とりあえずドラクエ5はクリアするまでやってみたいよね。ドラクエ5のさ、さっき言われたけどさ、あのメタルキングの剣の裏技調べてみようぜ。あれ本当なのかな。絶対嘘だと思うんだよね。本当か？ちょっと待ってね。スーパーファミコンの、ドラクエ5。なんかさ、小学生の頃って変なデマが流れるじゃん。嘘が。裏技。多分それを信じちゃってる人だよね。英語どうしようかな。英語もやろうと思ったけど。リナピーいらっしゃい。アイテム減りましたね。楽しんでってください。僕は学生で一人だけファミコン買ってもらえなかったから、その恨みで最新ゲーム買っちゃうジレンマあるよね。そういうのね、あるある。パパ即死、うん、怪力親父、ヒノキの子、うん、バグ結構あるんだね、うん、バグ結構あるね。カジノのコインタメ簡単レベル上げないね。やっぱりはぐれメタルの剣手に入るのはないね。あ、瞳、あーそうだね、あの仲間になっちゃうやつね、 100% ね。ねえ、ドラクエ11面白いらしいよね、うん。あー、本を読むのは本当に勉強になりますから、いいことですよね、うん、うん、本を読むこといいことだよね。もんちゃん、釈迦の水と餌変えてあげて、うん、釈迦、うん、
お、岡ちゃん、こんにちは。いつもありがとう。楽しんでってね。こんにちは。岡ちゃん、いらっしゃい。ありがとう、のんちゃん。のんちゃん、晩ご飯何食べたいとかある？今日。ない？マドンさん、雑談聞いてると自発的に頭使うの好きそうだけど、哲学書とか読まないの？哲学書っていうかね、自己啓発本とか宗教の本が好きだったかな。なんか本棚のジャンル見るとね、宗教の本ばっかりなんだよね。あと、自己啓発系。だから、哲学書とかは、ソフィーの世界か。小学生が読む哲学書って言われてる、ソフィーの世界とかあるけど。あんまり哲学系の本は読んだことないかな。で、本読んでて面白いなと思ったの、苫米地秀人さんの本と日本人だったら、あとね、小室直樹先生がめちゃめちゃ好きですね。小室直樹さんは超面白いと思ってて、大好きです。デカルトの方法序説導いて読みやすくておすすめ。ほう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 、デカルト。中野信子先生のラジオを聞いてて面白いなと思ってるから、ちょっと読んでみようかなと思ってるね。中野信子先生。赤髪はメンヘラのイメージがある。本当に？まあ、メンヘラだからな、俺。予算さんいらっしゃい。楽しんでってください。俺、メンヘラだよ。あ、マジマジ。障害者手帳ホルダーですから。がっつりメンヘラです、僕。あ、イメージ通りでしょ。でも本読まないとなぁとダメだなぁとは思ってるけどね。映画館安くていいよね。ああ、そうだね。でも映画館そんなに3回ぐらいしか利用しなかったけどな。ゴジラと攻殻機動隊とあと何見たろう。そんな頻繁に使うってわけでもないけど。まあ、映画は1000円で見れますね。黒髪も良かった。黒髪はだからこっち側から見たら黒髪になるからね。ハーフになってるから。反対側黒髪の短い髪にしてるから、こっち側から見ると赤髪なんだけど、反対側から見ると黒髪になるように作ってもらった。今日セットしてないからあれだけど、もう分け目が分かんなくなってきたな。そろそろ髪切ろうか伸ばそうか迷ってんだよね、髪の毛。どう思う？何きっかけで精神を病んだ？何きっかけ？まあまあ、俺の病気は後から分かったことなんだが、発達障害っていうジャンルの病気だから、先天性のものなんですよ。だから、それで生きづらさを感じて、うつ病とかになるって感じかな。慢性的になんか発達障害生きづらい。そう。人と違う世界に生きてるから。普通の人が当たり前にできることが当たり前にできなかったりとか、普通の人がわからないことが分かったりとかするのね。
まあ、ちょっと特殊な病気ですね、発達障害は。アドさんの声心地よくて気持ちいい、寝落ちしたいので放送見てます、ありがとうミーミー、ありがとう。天才型っつっても天才どうなんだろう、まあその発達障害を持ってて努力をした人が天才になるんじゃないの、まあ、ね、スティーブ・ジョブズとかアインシュタインとかエジソンとか、うん、別に努力をしなかった人間で発達障害だったら全然非凡だか、非凡っていうか凡人、凡人ではないけどそのね能力は芽生えなかったわけだから、そこはだから発達障害イコール天才っていうのは俺は反対意見かな。普通の人がない着眼点を持ってるっていうだけだと思うね、うん、普通の人とは違う感性で生きてるっていうか、自閉症スペクトラムの検査を受けたけど IQ100 そこそこでがっかりだった。俺 IQ89 だったよ、うん、すごい低かった。おお、醤油さん久しぶり、ご無沙汰です。昼休憩楽しんでってくださいいらっしゃい、ありがとう来てくれて。おお、ペさんワドツ楽しんでてください、ワドツです。髪の色、そうそう、染め直した染め直した、ちょっと前に染め直しましたよ。だから少し色が濃く入ってますね今は。フォローありがとうございます、フォローありがとう。色がいい感じになって気づいてくれた、ありがとう。よく気づいたね、微妙な変化しかなかったんだけど、ありがとうね。っていうかさ、最近の配信者ってみんなサインをスラスラ書くんだよ。サインってさ、あった方がいいのかな。おお、もう久しぶり、あっち久しぶり、元気、超久々だ、ニコ生ぶりな感じがする。タンクトップだタンクトップが来たよ、タンクトップが。久しぶり、最近なんかこっち来てるらしいね、タンクトップ。どうもタンクトップさんいらっしゃい。ふわっち面白いよ、来るの遅いって、もっと早く来ればよかったのに。遅いって、流行ってから来てもダメよ、もっと早く来てよ。
息抜きなんだ。まあまあね、文化が全然違うからやりやすいもんね。メインはやっぱニコ生って感じだ。今のふわちバブルじゃないよ、全然。全然売り上げ下がってるんだから。大変だよ、ほんと今月食えるか食えないか瀬戸際だぜ、俺。結構マジで焦ってる、俺は。マジ焦りです。ちょっとやばいかもね、俺。雨降ってきた。風邪ひかないようにね。マジ厳しいな、ほんと。メインツイキャス、あ、そうなの。もうやつニコ生のイメージがある。俺タンクトップツイキャスなんだ今。稼いでるイメージあったんですか。そんな稼いでないよ俺。全然稼いでないよ。まあでも食えるようにはなったけど、ようやく配信だけ、配信1本で食えるようにはなったけど、100万とか稼いでないよ。マックス80万ぐらい、マックスで。もっと稼いでるみんな。ツイキャスやらないよ俺。ツイキャス運営さんから嫌われてんの。何にもしてないのにずーっとおすすめ規制だから、もう嫌になっちゃったよ。もういいわーと思ってやめちゃった。ツイキャスはやらないっすよ僕。すごいのかな。ドレさんとかね、テレチャンピンがやっぱ稼いでるから、あんまりちょっと今ナーバスですね。才能ねえのかなと思って、毎日結構うなされてますよ。調子悪い今、正直言うと。ちょっとなんかこう大丈夫かなっていう不安が出てきたね。休憩最後にね。おい、サボちゃんいらっしゃい。漆黒の騎士は第1回イケボカは出るに決まってるじゃん。出ますよ。シャイニー呼んでこようか。シャイニー。シャイニー。シャイニー忙しいかな。サブロノスキー。呼んだ？出るよ。ノッテンマイヤー。はい。ノッテンマイヤー。はい。どうやら、ふわっちの方が大会を開くらしいんだよね。何の大会でございましょうか。イケボカテゴリーのナンバーワンを決める大会だよ、ノッテンマイヤー。それにじゃあ出場しましょう。もちろんで、もちろんだ、ノッテンマイヤー。ただ今僕のエクスカリバーが折れてしまっている。ドレスターク将軍におられたエクスカリバーの修復に努めてくれ、ノッテンマイヤー。はい、わかりました。ということで僕はエクスカリバー、アクエニオンに乗ってエクスカリバーを直しに行くよ。また明日。元気そうだった？漆黒の騎士シャイニーだ。シーアナゴありがとう、サボちゃん。頼むよ。ナンバーワン取ろうね。ナンバーワン取ろうね。あのね、サボちゃんが今振ってくれたネタは、新しいイケボカテゴリーのナンバーワンを決めるっていう、大会があります。ふわっちの中で。で、そこで、優勝したいという。そうです。明日からですね。明日から、アイテムを、イケボカテゴリーのアイテムを競うっていう大会があるんで、優勝したいと思います。どういう基準でやるっつったかな。ちょっと待って、お知らせ見てみようか。ふわっちのお知らせ、ふわっちのお知らせ、運営さんから来てて、イケボ、川ボナンバーワン決定戦、映像なしのラジオ配信に限定したランキングバトルです。男性同士で競うイケボランキングと女性同士で競う川ボランキングを同時開催します。9月
8日の金曜日の夜中から、明日の夜中からか、今日の夜中か、今日の夜中からと、1週間やるみたいですね。1週間、6日間。で、プロフィール、まあ、男性か女性か選ぶと。で、イケボか川ボか選んでくださいっていうことですね。で、無料アイテムののど飴とマイクっていう有料アイテムがあるらしい。で、この、アイテム数で決まるのかな、うん、っていう感じです。はい、よろしくお願いします。出ますよ、だってイケカテだからイケカテだから出るでしょ、イケカテでしょ、どう見てもどっからどう見てもイケカテじゃないですか。なんで出ないの、逆に、逆に出るでしょ。出ないっていう選択がよくわかんないんだけど、出るでしょ、出ますよ、やめてください。もちろんナンバーワン取るんでね、皆さんもうじゃんじゃん課金してくださいね、じゃんじゃん課金。池かてですよ、誰が池だよ、お前池沼の池じゃねえか、それ池沼の池じゃねえかよ、池かて、池かての字が違うでしょ。ちょっとサバちゃん気をつけて、池てますね、勝つよ、うん、池かてだよね、ハートありがとう、うん、はい、仕事頑張ってね、頑張ってね、うん、またありがとう。おはよう、ヘタレンさん、おはようございます。え、今日夜中じゃ起きてようか、今日夜中参戦する、参戦します、いいよ、俺今日の夜中からがっつり、もうもう本当にこの大会優勝するためだけに配信やろうかがっつり1週間がっつりやるよ、うん、沼かてじゃねえよ池かてだろ、どこ、池ボカテゴリーだろ、誰が沼だもん、うん、参戦しますよ、よろしくお願いします。どうする、これで優勝しちゃったらまさかの優勝したらどうする、多分配信会の歴史変わるぜ、ワドが勝ったら、ワドじゃない、シャイニーが勝ったら、パクリブームあったね、俺が入りたてだからもう10ヶ月前ぐらいだよね、ラジオ配信のみのイケカテバトル、もうだからもう血で血を争うアイテムバトルですよ、ちょっとじゃあがっつりがっつり何位まで表彰されるのかな、あ、フォローありがとうございます。何位までだろう、まあ閲覧数ではぶっちぎりで勝つだろうね、閲覧数ではぶっちぎりで勝つと思う。ヒトラーさん、いつもアイテムありがとうございます、ご支援ありがとうございます、頑張ります、ありがとう、楽しんでいってください。イケカテ崩壊させるか、俺が漆黒の騎士シャイニーが漆黒の騎士シャイニーだよ、絶対勝てるでしょ。じゃあ準備しとくわ、アクエリオンの画像とかエクスカリバーの画像用意しとくわ。ドレスターク将軍出るのかな、1位が5万ポイント、5位までか、5位までにはなんとか入りたいかな、まあもちろんてっぺん目指すけど、もちろんてっぺん目指すけどね、一晩で200万とか化け物だよな本当に。ドレさん終わった？お疲れ様でーす。ドレさん最近昼間までね頑張ってるよね放送。ライバルが多くなると嫌なんだけどね。もうドレさんには完全完全配送したんで、僕深夜帯はドレさんと時間被せないことを決めたんですよ。だから最近昼間やってたのにさ、ドレさんがガンガン来てるから、昨日なんかさ、昨日なんかさ、俺さ9時間配信していくらだと思う昨日の稼ぎ。昨日そんな悪くない配信やったのに、俺ね。昨日の配信、ちょっと待って、営業日報見るわ。昨日の配信やばいよ。4000円だよ、みんな。みんな、ついに俺の収入4000円だよ。もう1万円割ってるもん。9000円、9000円、7000円とか。やばいよ。日に1万も稼げなくなった。家賃払えねえよ。助けて。ありがとう。ステラさん、風船ありがとう。風船ありがとう。ドレスターク将軍誘うわ、じゃあ。あ、
ドレスターク将軍とラジオ配信コラボとかも面白いね。うん、日報つけてるよ。俺超マメだよ。サボちゃん見る？日報。俺の日報見たい人手挙げで。日報見たい人手挙げ。見せてあげようか、日報。超俺マメですよ。なんか意外とこういうところがアスペっぽいんだよな。行くよ。ちょっと待ってね。これなんだ。映像。ちょっと待って。よいしょ。営業日報こんな感じかな。例えば配信内容沖縄配信とかで、売上ステッカーの売上、ふわっちの登録人数とか、あとセブンティーンとツイッターの YouTube チャンネル登録数、放送時間とかも全部書いてあって、はい、ほういらっしゃい。で、毎月つけてるよ、こうやって。だからどういう配信をやったらどういう風に受けるのかとか、どういう配信やったら売り上げが下がるのかとか、データで出さないといけないから、こういう風に月に226時間とか、うん、こういう風につけてますよ。企画を考えてどのバランス何曜日が儲かるとかやってますよ、ちゃんと。こんな感じ。4000円きついよ、本当に。マジで自信なくなってるんだよ、マジで。今本当に俺才能ねえのかなとか、閲覧こんだけあってなんで俺だけこんな売り上げ下がるんだろうと思って、すげえなんか病むよね、病んでるよ、うん、どうしたんだろう。で、のんちゃんに昨日相談したら、あの、のんちゃん、はい、のんちゃん解説員、はい、ちょっとじゃあ和道が今、うん、売り上げが伸びない理由をちょっとのんちゃん解説員、プロリスの目線で。プロリス、馬が寝がけん、分かりづらくなっちゃうから、馬がとか言うと、馬が寝がけんしてるからだ。 馬って誰？ミュウツー。ミュウツーが、それが原因？そうだ。オッケー。あのね、ネガティブキャンペーンをやってる配信者が多すぎて、それで影響してるっていうのがのんちゃんの読みなんだよ。で、これ当たってると思うんだよね。売り上げが下がり始めたの、周りがネガキャンを始めてからなんだよね。そう、ネガキャンね、マジでね、運営さんにマジでね、通報、ちょっと本気で売り上げ下がるし、僕戦う気ないんでって、本気でね、ちょっと DM 送ろうかなって思ってんだよね。だって売り上げが下がったらさ、ふわっちにも良くないじゃん。いや、ネガキャンが始まったから売り上げガクッと落ちてんの。本当なの、これ。で、やっぱりさ、その、どんなネガティブキャンペーンでもさ、俺のリスナーさんがそれを見たらさ、花火投げんのやめようかなってなるじゃん。絶対ネガキャンのせいなんだよね。もうそれ以外原因ない。だから配信日数も増えてるし、配信時間も増えてるし、閲覧数もリスワンも全部取れてるんだよ。だから、面白いことやってるのは事実なんだよ。そう。だって数字に出るじゃん。それで売り上げ下がってるって、やっぱ好感度が下がってるんだよね。深夜帯譲ったらそれが違うんだよ。データで見ると分かるんだけど、昔から俺昼間の方が稼げてんの。夕方と夜はね、実はね、長時間やっても売り上げ低いの。だからね、そこはあんまり影響してないんだよ。ミュウツーが言ってることを俺が見てないから分からない。何を言われてるのかが分かんないから、そこはコメントできないよ。だからなんて通報すればいいの。いや、だから誹謗中傷だよね。誹謗中傷と個人情報と、あと、その、なんだろう。まあ、嫌がらせだよね。簡単に言ったら。俺はね、でもね、実はミュウツーが原因じゃないと思ってんの。俺は、実は、冗談でやってる鮫島さんが原因だと思ってんだよ。だから、その、なんつうの、ミュウツーの影響力ではそこまでいかないんだよ。俺はでかいと思ってんの、鮫島さんだと思ってんだよね。これマジで。これはマジの話を言うと。ミュウツーじゃないと思ってる。鮫島さんの可愛がりが裏目に出てるんだと思ってる。捨て子のなに民なにしたのあるけ、あると思うけどな。でもその前から低かったよな、ちょっとな。だから閲覧と本当にその売り上げって比例しないっていうのをさ、とことん分かってきた。テルチャンピン見てても思うよね。もうリスワン捨てるって言ってたもん。もう俺リスワンいらねえわ、つって。そう、コメントしづらくなるよね。だからちょっとね、ミュウツーの件に関しては本気で通報しようと思ってる。こんにちは、いらっしゃい。
わさびさん、わさびさん、初見さんかな？こんにちは。楽しんでってください。和道です。もし面白かったらフォローしてってください。いや、結構本気で困ってるよ。なんだろうな。本気でバイトしようかなとか、本気で YouTube ライブに移行しようかなって本当に思ってる。お相撲さんの世界みたいって言うけど、本当に、プレッシャー半端ないんだって。本当に。返還請求無視してるとか無視してないよ。不正受給なんてしてたら逮捕だから。詐欺事件だから。ゆめこさんはだつ、してないしてない。だって何年前の話してんのよ、そもそも。してたらとっくに逮捕だよ。不正受給なんか。だってテレビ番組で取り上げられたぐらいなんだよ、俺の事例、何回も。あからさまに、だって俺のこと言ってたもんね。都議が、新宿の区議が。一回新宿の区議と大揉めに揉めたぐらいだからね。逮捕なんかされないよ。不正受給じゃないんだもん。別に行ってもいいと思うのよ。行きたきゃ。行きたきゃ行ってもいいけど、それを放送で流したらバンなはずなのにバンにならないのよ。そこが不思議なんだよね。おー、マイネーいらっしゃい、お疲れ。来てくれてありがとう。昼休憩かな。楽しんでって。お疲れ様。参っちゃうよな。だからちょっと配信サイト、それこそさ、セブンティーンでやってさ、稼ごうかなとか、いろいろ考えてるよ、今。今、ふわっちやるの得策じゃないのかなとか。場所を変えた方がね、あれだったら場所を変えるべきなんじゃないかとか。ちょっと本気で悩んでますね。結構。落ち込んでるっていうか。結構強がってやってますけど、結構減りそうだね。ああ、そうなんだ。休憩でご飯食べながらなんだ。お仕事中なのに見に来てくれてありがとうね。いつも。ゆっくりしてって。ちょっと困ってるね。まあまあ、しょうがないかな。こういう仕事選んだのは俺だから。明日新宿に来るみたいです。いいんじゃない？別に、どこで何が。ヘタレンさん謝らないでよ。やめてやめて。いや、実力だよ。やっぱりそれが。シビアな世界だよ。超実力社会っつうか。本当に。厳しい世界ですよ。わかんない。見てないから。ビッグボールさんいらっしゃい。楽しんでてください。ちょっとね。ちょっと困ってるかな。もし気が向いたらアイテムして支援してください。支えてください。よろしくお願いします。固定給というかね、契約、あんまりそういうのはね、やめてください。BBK さん、そういうことはやめてください。まあ、無視ですね。俺は会うつもりないし、ミュウツーと。会う理由がないから。彼がね、1時間3万円払ってくれるなら仕事として受けますけど。無理です。あ、会う気はありません。僕はミュウツーと、はい、もし部屋の中に入ってきたら、なんだ、住居不法侵入だっけ、なんだっけ、建造物なんとか罪で、民事逮捕します。私人逮捕しますから。で、警察に突き出します。僕は明日はあれだな。漆黒の騎士、シャイニーに頑張ってもらうわ。漆黒の騎士、シャイニーに。1時間3万円稼いでるんじゃなくて、仕事として依頼するときの目安が1時間3万円いただいてるんですよ、僕。1時間3万円で交渉してるんです。どの案件も。もしなんかその放送外で、僕のことを使う場合は1時間3万円と交通費と諸経費を負担してくださいってお願いしてます。ありがとう、パフェありがとう。サボちゃんいつもありがとう。頑張ります。ありがとうね、パフェ。
ちょっとドレさんにねお願いしてみようか。ドレスアクション無理なのは知ってるけど、やっぱり旅が見たい。旅はね、時期が来たら必ずやろうとは思ってるよ、うん、俺が一番ね旅をやりたいけど、まあタイミングと縁だからさ、そこはね、俺が気がかりな部分を残してやったらさ、それこそ配信楽しめなくなっちゃうし、今はもう物理的にできないっていうのが分かってるから、うん、ちょっと待っててね。別にすぐ死ぬわけじゃないから、うん、3年4年ってね待てるし、俺だってね、あ、まだ30だからさ、それこそ30年ぐらい配信やめる気はないから、うん、おー、そうそう、おはよう、いらっしゃい、楽しんでってね。ユイガのイベントにミュウツーが参戦するとなったら阻止してください。ミュウツーが出る、阻止は別にしないよ。ユイガさんのイベントだからさ、それは。ただ俺はミュウツーとは話さないけどね。NG 配信者だから。彼と会話しようなんて思ってないから。うん。まあ出れないと思うよ。わかんないけど。俺は気分、俺のリスナーさんが気分悪くなるようなことはやりたくないから。だからまあ、出ないのか。うん。出ないのか出るのかはっきりしますよ。沖縄の夕日と和道さんらしい放送、あれ最高だったね。アクークローね、千葉県の海も良かったっすよ。千葉の海はね、波にさらわれそうになったりとか、ザブーンって、あと鶴ヶ城と、あと五色沼、のんちゃんと見た時感動したな。五色沼あれは良かったっすね。冬の山登っただけはあって絶景でしたね。人が誰もいなかったからね。本当観光客がバーって行くところらしいんだけど、まあシーズンじゃないらしくて、ほんとポツポツってすれ違うだけで、大変だよってこっから先みたいな、もう私服で行っちゃったからさ。まあ毎日毎日日々勉強っすね。毎日毎日日々勉強です。まあ甘い世界じゃないっす。窓が値上が優しいから他の配信者の影響で損してるような、いや、それも含めて俺は実力だと思ってるから、正直な話、なんだろう、全部自分のせいだと思うようにしてるかな。うん、あんま、なんだろう、その全部自分しか変えらんないじゃん、ビッグボールさん根が優しいからっていうか、あんま他人を責めても意味がないと思ってて、楽な仕事ないっすね。本当にそう思う、ね、よく配信羨ましいよとか言われるけど、いや、プレッシャー半端ねえぞみたいな。本当に明日食えなくなるんだぜ。だってさ、9時間働いて4000円でさ、明日ゼロになるかもしれないんだよ。で、延長するたびにお金かかってるわけだから、月に数万円かかってるわけですよ。どうよ。ねえ、電気代、光熱費とか全部払っていかないといけないのにさ。ありがとうございます、スンシ、ありがとうございます、ユウさん、ありがとう、バーガー10個。いやー、だから
もうなんだろう、食えんのかなとかどうしようって感じだよね、うん、本当に怖いよ毎日が。稼げてても怖いもん稼げてても怖いもん。100万稼いでも1000万稼いでも多分怖いと思うよ。マジで怖いね。だからね、まあ死ぬんだろうなまあダメになったらダメになったで才能なかったってことで淘汰されるんだよ。うん、まあそれはそれで、まあそれはそれで楽しみかな。もう自分の人生をこうなんて言うんだろう、見届けようじゃないけど、もう腹はくくってっから、うん、どうにかなるさっていう精神で。お、ゆうこばばあだ。ゆうこばばあいらっしゃい、久しぶり。元気だった？生活保護はもう受けない。生活保護は受けないです。僕はそれはもう決めたことなんで、生活保護には戻りません。うん、生活保護を受けるんだったらバイトします。それは僕の自分の中で決めたことなんで、働きます。日雇いだろうがなんだろうが、生活保護は受けません。あれはもう本当にホームレスになって、仕事が決まらなくなって、あの絶対絶命だったんで、うん、今はね、あのアルバイトでも何でも。おお、解放ありがとう、支援してくれてありがとう。解放花火ありがとうございます、頑張ります。ありがとう解放、頑張るね。ありがとうね解放、頑張ります。だからなんだろう、まあ試練だよね、たまにあるんだよ。うまくいってる時もあればさ、うまくいかない時もあるもんだから。元気？よかったよかった。なんかサムネいいね、サムネ変えたんだ。まあね、自分の自分で決めたことだからしょうがないっす。腹をくくってやっていきましょう。やっぱ運命は受け入れてかないとね。でもね、その代わり夢のある仕事でさ、あの一発逆転億万長者もありえるんだぜこの仕事は。だから何があるか分かんないけど、まあ自分の未来にかけてやるしかないよね。持ってるのか持ってないのかは神様が決める部分だから。神に愛されてんのか、配信の神様に愛されてんのか、ダメなのか。そこはもう運ですよ。これはね、 YouTube の裏あるなんです。もしよかったら皆さんチャンネル登録してください、よろしくお願いします。あの無料でできる支援もあるんで、あの僕は本当にね、この YouTube チャンネル登録あと41名で目標達成できますので、ぜひぜひあの僕のことを応援していただける方はあの力を貸してください、よろしくお願いします。あと41名で、あの誰かとコラボするときとか対談するときはこちらで YouTube ライブでやっていくので、よろしくお願いします。生放送やると通知がいくようになってますので、ぜひチャンネル登録してください、お願いします。もう多分ね、今月には1000人超えると思うんですよね。今月目標達成、もう何年かかったかな、 2,3 年かかったね。あの今後はね、あのふわっちのタイムシフトは全部消します。あの全て YouTube であの、はいね、見るようになるんで、あのよろしくお願いしますね。過去の動画を見てくれる人は、YouTube を登録しておいてください。 iPhone8 買うんだ、いいね。登録ありがとう、登録ありがとうございます、ありがとう。ゆうこばばあさんありがとう。お、ありがとう。あと40名ありがとうございます、ありがとう。ぜひぜひ皆さんよろしくお願いします。ドラクエはね、レヌール城かな、ドラクエ5のレヌール城をクリアしたところでブーメランを買って、
で、レヌール城をクリアして、その辺で一回やめました。ああ、全然全然。嬉しいよ。力貸してくれてありがとう。もしよかったらね、YouTube の動画とかもコメント書いてください。TS の方がコメントの流れ見れていいんだけど。ね、コメントはね、ここで表示してるから、あと、その、過去コメントに参加できないっていうのが不利だと思ったから、動画残しておくと、そのコメント欄がバーって書かれるから、それがね、面白いなと思ってて、過去のタイムシフトを見た人でも参加できるっていう仕組みにこだわってる今は。そうなんですよ。それはね、2、3日かかっちゃうのは、ちょっと、申し訳ないですけど、やっぱり物理的にスタッフさんが大変だからさ。お疲れ様、麦さん。何にしても、生きてると色々ありますよね。周りのせいにするのって簡単だけど、そんな自分は嫌です。そうなんですね。周りのせいにしたり、社会のせいにしたり、外部的な要因に言い訳をするように癖がつくと、自分の成長が止まるって考えてるんですよ。でも自分のせいにしたら自分が強くなっていくだけなんで、そうやって生きてきて、そうやって今があるんで、僕はそれを信じてやってますね。何が起こっても自己責任。そうかい、自由にやる。いい時も悪い時も全部自分のせい。配信者の元泡城のルルさんが和道さんのことをなんかいい人そうだよねって言ってた。あ、ありがとうございます。あ、つべ登録ありがとう。大腸菌さんありがとう。本当にありがとうね。嬉しいです。力貸してくれてありがとう。残り39名で数年前からの夢が達成できます。39名ありがとう。大腸菌さんありがとう。もしよかったらね、なんかコメントも書いてください。動画気になる動画あったら、過去の動画、スタッフの匠さんがバンバン上げてくれてるので。そう、それこそね、匠さんに給料も払っていけるのか不安だよ俺。最近ね、数ヶ月前から匠さんにさ、今まで無料でずっとやってもらってたからさ、少し稼げるようになったんでって言って、報酬っていうかさ、インセンティブの方をお渡しするようになったんだけど、もう稼いでいかないと、のんちゃんも食えなくなっちゃう。でも嬉しかったな。なんか俺食えなくなってったらどうしようって言ったら、のんちゃんが和道さん大丈夫だよって、和道さん困ったら私働くからって言ってくれて、バガありがとう。つみきちゃんアイテムありがとうございます。頑張ります。ありがとう、ご支援ありがとうございます。ありがたいっす。 iPhone8 いいね。まあ、iPhone6 だけどまだ全然使えるから、壊れるまでは使おうかなと思ってる。ぬこちぐらさんいらっしゃい。楽しんでってください。まあ、でもあんまり俺はのんちゃんを働かせようとは思ってなくて、できれば飯代ぐらいは俺が稼がないとと思って。高野京さんいらっしゃい。ジャパネット高田高野京さんいらっしゃい。食えなくなったら僕が養ってあがるよ。うん、ありがとう。訪れもあるし、1日分だけでも残しておいてほしいけど、ダメか。訪れはなくなってますよ今。昔訪れあったんだけど、今匠さんがソフト、有料ソフト買って、今訪れないよね。 YouTube の動画訪れなくなりましたよ。昔訪れがいっぱいあったんだけど、今ないです。訪れは安心してください。大丈夫ですよ、大丈夫です。ありがとう。 YouTube チャンネル登録もう1名ありがとうございます。ありがとう。あ、38名ですね。ありがとう。でもね、ステフォロの練習動画とかすごい受けが良かったからね、再生数4100回とかいってるからね。匠さんはずっと俺のこと支えてくれてるよ。うん、初コメ眉毛生えてきてよかった。ありがとうございます、ヌンチャさん。
初コメありがとう。楽しんでってね。あと一クラス分だね。頑張るよ、つみきちゃん。ありがとう。のんたんも、たくみさんも、優しいよ。ずーっと見守ってくれて、ずーっと支え続けてきてくれてるから。リスナーさんでもずーっと支援してくれてる人いっぱいいるんだよ。たくさんいるよ。和藤さんの灰皿初めて見た。これね、何年前かな、17歳の時のだから、17歳の時に買ったんですよ、これ。今、15年前か。15年前からずっと使ってる灰皿だね。石でできた灰皿。15年前のものだね。よく持ってるよな。石野さん大丈夫ですか？石野大丈夫だと思うよ。何かあったら連絡ちょうだいって言ってるから。石野に会いに行く？石野に会いに行く？まあ、石野に会いに行く配信やるんだったら YouTube ライブしかないね。もらいバン食らっちゃうから。今1ヶ月バン食らってるからさ、石野が。だもし石野に会いに行く配信やるんだったら YouTube ライブやります。どうなんだろう、飯食ったのかな。電話して聞いてみる。電話してみようか。石野大丈夫かな。ちょっと LINE かけてみますね。石野あげた。メンヘラにもいっぱい種類あるからね。俺のは行動しすぎてダメになっちゃう病気だから。行動しすぎてダメになる。めちゃめちゃアクティブだよ。出ないね。出ないっすね。大丈夫かな。寝てんのか。放送やってないから収入が心配だよな。稼げ、俺より厳しい状況だからな。本当に。石野は。ねえ、俺よりやばいよ。配信しなかったら稼げないんだもん。大丈夫かな。あ、来た。もしもーし。あ、もしもし、お疲れ様です。お疲れっす。元気？まあまあまあ。なんかみんなやっぱ心配してて、なんかじゃあ電話してみっか、つって。飯とか食えてる？ああ、なるほど。え、なんすかなんすか？ご飯とか食えてる？まあ、とりあえずは。あ、本当に？今暇だったらさ、はい、ご飯おごるけどなんか食わない？マジっすか？うん。まあ、公園でビール飲んでもいいし。あ、じゃあ公園でビールいただきたいっす。あ、ほんとに？じゃあ今から行っていい？はい。あ、マジっすか？うわ、めっちゃ嬉しい。じゃあさ、どっかで待ち合わせにしようよ。場所特定とか嫌でしょ？そうっすね、ちょっと、うん、他、まあ、俺は別に特定されてもいいんだけど、他の人に迷惑かかっちゃってちょっと嫌ですよね。だよね、嫌だよね。はい、どこで待ち合わせしようか。どうします？どうしようか。ビールは、あれ、ビール飲みたいでしょ？飲みたいっす。どこで飲もうか。外でね、なんか。雨降ってんの？そうっすよね。雨は、例えば。うん。どうします？どうしようかな。例えば、ちょっと外で座れるような場所だったら。うんうん。あ、だけど、今配信中ってことっすよね。配信中だね、今。ですよね。うん。どうしましょうか。まあ、一個、和道さんが、教えてくれたところあるじゃないですか。うん、教えてくれたところ？ああ、はい。あそこか。はい。あそこか。あそこだったら、あそこだったら、まあね、まあね。あそこだったら、まあまあまあ、まあ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 、雨には濡れずに、
あそこいいかもね。あそこにしようか。ナイスだわ。あそこにします。あそこ待ち合わせでもいい？了解っす。じゃあ俺今から準備するから、はい、あそこまで15分ぐらいか。はい、じゃあ15分か20分後に適当にプラッと来てもらえれば。はい、15分、それぐらいに合わせていけばいいってことですか？うん、そう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 。あ、了解っす。わかりました。うん。携帯の充電とかある？もしよかったらバッテリー持ってくから充電できるようにするけど、そっちで。あー、マジっすか。あー、嬉しいっす。そうしていただけるとちょっと嬉しいっす。オッケー。充電の端子とか持ってる？ USB の。USB、あ、持ってますよ。持ってます、持ってます。オッケー。はい、じゃあ USB で充電できるようにするから、行くわ、今から。あ、すいません。ありがとうございます。お待ちします。うん、じゃあビール飲みながらなんか喋ろうぜ。配信しながら。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はいよー、じゃあねー。はい、すいません、お待ちします。はい、失礼します。失礼します。うん。あ、よかった、よかった。元気そうだったね。じゃあ今から僕、石野くんに会いに行って、石野くんと生放送、ビール飲みながら生放送やります。もしね、YouTube、YouTube ライブで放送やるんで、下のね、コメント欄で、チャンネル登録しておくと、放送が始まったら通知が行くんで、20分後に放送再開します。YouTube ライブで放送するので、下の URL、チャンネル登録しておいてください。よろしくお願いします。じゃあ、皆さんお疲れ様です。あ、そうそう、パフェ3つありがとう。そうそう、ありがとう。サボルノスキーさ、高いの頼めばじゃないっつっての。高いの頼めばじゃねえよ。大変なんだよ。サボルノスキー。高いの頼めばやめてください。トコさん、バガありがとう。じゃあ皆さんお疲れ様です。YouTube ライブで後で会いましょう。お疲れ。コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんねん、もう。